やったは多分悪くはないと思うんですけど、ちょっと全日本のがコースがちょっときつかったので、その疲れがちょっとどう出るかなっていうのがちょっと心配ですね。今までというか去年と変わらず、こう攻めてこう勝ちに、みんなで勝ちに行くという、はい、作戦ですね。まあ、注目しているというか、まあ、チームの総合的な力が高いとして、シマノとはチーム強があるので、その2チームの隙をついていければ一番いいかなと思います。まあ勝つしかないんで、まあ走りながらその辺は展開見ながら、はい、まあ勝つ展開のところに入って、はい、進めていきたいかなと思います。はい、まあ、勝つレースをするだけなので、積極的に後手後手に回らないように、それだけ気をつけて頑張りたいと思います。そうですね、今回チームが J プロツアーのロードレースですね、今年初参戦なので、チーム間の位置だったりも後ろですし、初めての、ね、ロードレースなんで、ちょっと戦術なんかも使ってね、うまく展開していけたらなと、そう思ってます。そうですね、リーダーなんかが何人か出ていないので、そこら辺がいないので少しレースは落ち着くとは思うんですけど、この隙にポイント狙っていきたいブリッツェなんかはかなり本気でやってくると思うので、人数も揃えているブリッツェなんかは特に見ていこうかなと思ってます。そうですね、エースとか特に決めずに全員でいいところを狙っていきたいと思ってます。で、僕の個人の目標なんですけど、広島のこのコースすごい得意なので、僕はもう完全に優勝を狙っていきたいと、そう思ってます。 J プロツアー第8戦西日本ロードクラシック広島大会が広島県中央森林公園サイクリングコースで開催されました。この日のレースは現在ルビーレッドジャージを着るチーム強のホセビセンテ選手、マトリックスのマリウス・ビズヤク選手と久保木和重選手、ブリヂストンアンカー勢などランキングの上位につける選手たちが不出場ということもあり、宇都宮ブリッツェンをはじめとするチームはこの隙にポイントを詰めておきたいところ、逆にチームランキング首位のチーム強はそうはさせまいとチーム一丸となって戦うことが予想されます。レースがスタートすると、早速各チームの思惑が交錯したアタック合戦が繰り広げられます。2周回目に入ると、鳴島フレンドレーシング高橋芳樹選手、 EQA Under 23表俊樹選手、島野レーシング西村博樹選手の3名が飛び出します。その後、鳴島高橋選手は集団へと戻りますが、入れ替わるようにチーム強加納智也選手が単独ブリッジに成功、先行3人をメイン集団が追走する形となります。逃げを吸収しようとメイン集団のペースが上がると、集団は少しずつ分断され、逃げを吸収する頃には20人ほどの集団となります。
するとここでチーム右京加納選手がアタック。それに反応した宇都宮ブリッツェン中村誠選手、キャノンデール原川康介選手、湘南ベルマーレ今野源太選手、チーム右京山下貴博選手、阿部孝之選手、島野レーシング入部翔太郎選手、 EQA アンダー23内野直也選手の7人が合流し、8人の逃げ集団が形成されます。そしてここにマトリックス安原大輝選手と EQA アンダー23椿博史選手が合流。10人となった逃げ集団は協調体制を取り、ローテーションを繰り返しながらメイン集団とのタイム差を広げていきます。一方のメイン集団では逃げに選手を送り込んでいるチーム右京、キャノンデール、宇都宮ブリッツェンなどの有力チームが先頭に立ち集団をコントロール。レースはこの状態で落ち着き、逃げとメイン集団のタイム差は7周回目には4分ほどにまで開きます。9周回目に入ると逃げ集団からマトリックス安原選手、宇都宮ブリッツェン中村選手、 EQA アンダー23椿選手が遅れ、逃げ集団は7人に。一方8周回目から徐々にペースを上げ始めていたメイン集団は40人ほどから16人に減らしながらも追走。タイム差を少しずつ縮めていきます。逃げ集団では島野入部選手がチェーンが外れるトラブルに見舞われ脱落。5人となって逃げ続けます。一方の追走集団は人数を9人ほどに減らしながら逃げを追いかけます。その中から島野レーシング畑中雄介選手、 EQA アンダー23寺崎武郎選手、チーム右京土井幸弘選手が飛び出し、逃げ集団から遅れた湘南ベルマーレ今野選手をパスすると勢いそのままに逃げ集団に合流します。さらにその20秒ほど後方には宇都宮ブリッツェン鈴木真理選手を含む6人の追走集団が迫ります。
そして迎えた最終周回、追走集団が追いつき、レースがシャッフルされた先頭集団から上り区間で EQA U23 寺崎選手がアタック。それに反応した右京土井選手と島の畑中選手が合流すると、残り3キロ地点で今度は右京土井選手がアタック。しかし畑中選手と寺崎選手もなんとか食らいつき、勝負はゴールスプリントへと持ち込まれます。最初にスプリントを開始したのは右京土井選手。しかしその動きにしっかり対応し、番手についた島の畑中選手が土井選手を落ち着いて差し切り、見事優勝を果たしました。半年あんまり結果が出てなくて、まあ、今回3位に入れてとりあえずホッとしてます、はい、レースは一応僕をエースとしてみんな走ってくれたんで、最後まで僕は足を溜めれて、で最後に上り行ったんですけど、やっぱり離すことができなくて最後スプリントで負けてしまって、そうです、悔しいですね。もう次は石川なんですけど、本当にもっとチームプレーしてチームのみんなで勝利を目指します。ありがとうございました。そうですね、全然きつかったんですけど、やっぱ得意ですね、はい、やっぱねランキング1位の右京がやっぱ強いですね。波に乗ってますし、選手全員がモチベーション高いみたいで、最初の逃げに大人数入れて送り込まして、うちは1人入ってたんですけど、やっぱりちょっときつかったですね、大人数逃げられてしまって、でエースの土井さんを後ろに残して、うまかったですね、強いですし、はい、それをねやっぱ崩していくのがかなり今日のポイントだったかなと思います。そうですね、やっぱり土井選手上りが得意なの で僕逆にちょっとスプリントができるっていうのは土井選手知ってたのと思うんで、上り切りですね、全力で踏まれて離れたんですけど、逆に言うと僕ここで追いついたら勝てるっていう感覚はあったので、諦めずに踏んでったおかげで最後追いつきました。応援してくれた人もですね、前の状況を教えてくれて、ね、土井さんも辛いっていう声をもらって、あ、これはもう行くしかねえと、はい、追いついたらゴールは結構得意だったんで、本当苦しかったですけど、はい、ゴールは勝つことができました。そうですね、J2 はどこまで出れるかわからないんですけど、一戦一戦僕にとってとても大事なレースなので、集中してまた日本のね、ロードレースファンの皆さんにも、はい、いいレース見せられるように全力尽くしたいと思います。おめでとうございます。ではまずプレスの皆さんからお願いしたいと思います。正面向いてください。笑顔を忘れずに、はい、お願いします。